シーダーヒルズ・クロシングはアメリカ合衆国オレゴン州ビーバートンの市内にある小売ショッピングモール。以前はビーバートンモールという名称だった。このショッピングモールはかつて1920年代から1930年代という早い時期に航空機の技術革新が行われていたバーナーズ空港の所在地だったことで知られる。創業は1969年で所在地は SW シーダーヒルズブルバードとジェンキンズロードの交差点付近である。1980年代、この土地において土壌への化学物質排出が行われていることが明らかになった。モールの店舗や周辺住民の安全が危惧されたことから他の環境因子と合わせてこの排出物質に関する厳しい調査が行われた。その結果、 少なくとも1970年から1990年にかけて地域政府が定めた環境規制の基準は超えていないことが明らかになった。今日、モール内にはパウエルズブックスの支店がある。モールが建設される前、この土地はマッツ空港と呼ばれた小さな空港の所在地であった。2002年、ビーバートンモールのテナントや運営者は地域の道路基本計画にあった。 ビーバートンモールを貫通し、フェアフィールドとターナンを結ぶ連絡道路の建設案の廃止に成功した。ありがとうございます。